どうも赤ショッペイです、今回も生態入荷情報になります、今週2回目です。こんな撮るつもりなかったんですけどね、気になるやつがいたんでね、みんなの 大好きな水草の中でレースプラントのですねワイルド個体が入ってきたということで急遽撮ることになりました。あと熱帯魚のですね、個人的に好きなシリーズですね入ってきましたので撮りました。で、今回、熱帯魚からいきましょうかね。はい、こちらね、でかい袋の、はい、じゃじゃーん、これが欲しくて取りましたターコイズセベラムですね。なかなかいいサイズです。ちょっとね、発泡スチロールのプライナーから上げて、10分ぐらいですね経ってからの状態でなります。もうちょっとね、色が落ち着けば青い感じになりますので、あ、いいですね、いいサイズですよこれ。もう一匹います。はい。これも一緒ですね。あ、ちなみにこれは東南のやつです。こっちは小ぶり。さっきのやつよりも一回り小さいです。で、はい、グラミーの中でもトップクラスの人気なんじゃないでしょうか。これネオンドワーフグラミーです。めっちゃ綺麗ですね。青と赤、赤のこの模様ですね。コバルトっていうのもいます。あの青ばっかりのやつ。それよりはやっぱりこっちのネオンの方が人気ですね。やっぱ模様があった方が人気あるんじゃないかと思います。おとなしいんでいろんな魚と一緒にできます。はい、うち初入荷ですね。こちらが、はい、ブラックエンゼルフィッシュです。ちょっと安心サイズですね。あんまりベビーすぎるとさすがのエンゼルフィッシュも弱いんで死にますんでね。だいぶブラックですね、バサつきもありますが、ヒレのバサつきとかそういうやつはすぐ治ります。はい、こんな感じです。真っ黒です。やっぱね、どの魚も生き物も黒、真っ黒って人気ですよね。はい、でこれちょっと試しに撮ってみたんですけど、ミックスラムメダカですね。ミックス、いろんな種類がミックスになってます。結構ね、めちゃくちゃ綺麗。ほら、ちょっと思ってたのよりも綺麗でびっくりしました。こんな感じ。好きな色選んでいいんですね。うちはオスメスの指定はできないですけれども、好きな色は選んで構わないです。なんか一匹だけ黒が、違うのいますね。これ綺麗ですね。はい、次、はい、結構ねこれ人気、ラミレジーですね。東南のやつ、一番安く出せるやつです。これ普通のドイツラムとかね、オランダラムとかそんなんじゃなくてもめちゃめちゃ綺麗なんでね。まだね、色が出てなくてもこんな綺麗です。はい、次、はい、オトシンクルス定番です。オトシンちゃんですね。水草の周りをきれいにするんだったらオトシンは役に立ちます。ガラス面とかですね、しっかり取ってもらおうと思ったらブシープリコとか石巻で絶対入れた方がいいです。はい、グッピー、国産グッピーの大人気シリーズ、ドイツ色タキシードになります。最近ね、ちょっと問屋さんにいなくて取れなかったんですけれども、やっと来ました。綺麗ですよね。ここのやつ綺麗なんですよね。はい、次、国産グッピー、ドイツイエローに次ぐ人気ですね。ブルーグラスグッピーです。ブルーグラス、ドイツイエローがワンツートップですね。たまに売れる、スカーレットシュリップの瓶付きです。瓶とこのマリモも付いております。これね、微生物、この中の微生物を食べて生活しますんで、もう置いとくだけでいいです。これ涼しいところに置いておくだけ。世話するとしたら、もしこれが水が蒸発した時に真水をゆっくり足していってあげるっていうだけの世話になります。
ハワイのね、潮だまりにいるって言われてますね。これでハワイを感じてください。しかもね、これ餌をあげたりとかすることないんで、涼しいとこに置いとけばいいだけです。だいたい5年以上生きてるのを見たことありますね。もう確認しました、実際に。それはで、まあ、これね、餌をあげなくていいで、贈り物にもいけますね。で、見せはしたくない人必見です。はい、次、水草に行きたいと思います。結構ね、植物も水草も来ております。で、まあ、ざっくり行ってきますね。はい、こちらもよく売ってる定番のやつ、流木付きのミクロシュリンプテルプスが付いてるやつです。こんないっぱい付いてます。これもとっかれ出してますのでね、お買い得であります。それがこんだけあります。これもね、ヤフオクでも売ってます。はい、今回久しぶりっていうか、まあ、ワイルドカブ初めてかな。アポロゲドンのクリスプスですね。これワイルドです。なんでこんなにいっぱいあるかというと、レイアウトに使おうと思います。販売もあります。はい、ここに、エキノドウスのね、レッドダイヤモンドですね。トロピカのやつです。本気のやつですね。入っております。これ好きなんですよね。はい、ここがラゲランドだと入っております。でかいですね、今回のやつ。でかっ、前回のグリーンに引き続きレッドでかっ、めっちゃでかいですね。だってこうですかね、手のひらの大きさを超えております。で、次、これもワイルドのやつ、ちょっとお試しだったんで、フォルビアヌスですね。なんだろう、濃い緑色の葉っぱのやつですかね。マイナーなやつでありますけども、個人的には大好きです。で、ロンギプロムルスですね。ちょっと生えておりますね。やっぱ新芽が生えてるやつの方が安心です。次が、はい、こちら目玉ですね。マダガスカル演出、そう、これがレースプラントであります。レースプラントはね、人気ですし、まあほとんど入荷がないですよね。去年とかね、前回の冬場に大量入荷できたんですけれども、全て完売いたしましたもんね。で、まあ、今回ちょっとやっぱ前よりは値上がってはいるんですけれども、貴重なマダガスカル演出が来ております。しかもこれはワイルドです。ワイルドのやつになります。貴重です。よかったら、まあ、これもしかして動画上がってる頃にはもう1日で全て完売してる可能性もあるんで、わかんないですけどね、問い合わせてください。はい、観葉植物、これが入っております。まあ、どんどんいきますね。ちょいちょい入れてレボルビティスとかね。はい、こちらもね、アルビアスですね。ペッチはこんな感じです。トロピカのペッチです。綺麗ですね。たまに好きな人いるんで、よく売れますね。たまにアクアティカナローとか言われるようなやつですね。こちらもね、ミクロスリウムのシリーズも入っております。はい、こういうのもね、ボルビティスのねシリーズもあります。うちボルビティスのシリーズは何種類かあります。ブセのやつとか、こんなね、クリットのやつも入っておりますね。いろいろ入っております。こういうのもありますね、観葉植物のやつ。はい、詳しくはですね、SNS をチェックをお願いいたします。みじっこの卵、久しぶりに見れました。はい、こんな感じです。はい、以上となります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。